やばい、酸素の残りが 10% を切っちゃった。早速死の危険がちらついてるし、そんな最中にチェストを漁ってんじゃねえよ。私の意思に反して体が勝手に。その割には根こそぎ取っていってるけどな。前回までの気ままに宇宙旅行。なんか急に前回のあらすじ始まりました。長年の悲願だったロケットを作り、ついに宇宙に飛び立ったゆっくり霊夢。長年のとかついにとか言ってるけど、パート2なんだけどね。念願の月にたどり着き喜んでいたのもつかの間、月の低重力に翻弄されてポンコツ度が普段の 560% 増しになるゆっくり霊夢。倍率ぶっ壊れすぎだろ。さらに敵はよくわからない遠距離攻撃を連発してくる。その結果あっけなく敗北。最初の月面探索は何の成果もなく終わったのである。改めて振り返ってみるとひどいありさまだな。果たして霊夢は再び月に上がることはできるのか。どうでもいいけど、なんで24みたいなあらすじやってるの。それはただの思いつきだね。思いつきなのかよ。ちなみに24は見たことないから、どこまで寄せれてるかわからないぜ。思いつきかつてサブリでパロディやってるんじゃねえよ。とまあそんなわけで、また準備して宇宙に行かなきゃいけないんだけども、さっきまでの緊迫感はどこに行っちゃったんだよ。まあぶちまけたアイテムは凍結されてるから焦る必要ないからね。だがしかし、私たちにゆっくりしてる暇はない。その割にはのんびりした BGM だけどね。あんな消化不良の状態で地球に強制送還されてまったりできるほど落ちぶれちゃいないよな。だから今すぐにでも再び月に向かいたいところ。でも一機目のロケット作るのに手持ちの資材はほとんど使い切っちまったよな。その通り。だからこれからパパッと資材集めに行きます。宇宙服の分も集めなきゃいけないから忘れるなよ。一応現実でも生身で10秒くらいは真空に耐えられるらしいけどね。じゃあちょうどいいし、霊夢で実験してみるか。軽々しく人を生きるか死ぬかの実験台にしようとしないでくれる。いいか、まず目を閉じて息は止めようとしないで口は開けておくんだぞ。いや、淡々と真空状態でのレクチャーを始めるな。ちゃんと宇宙服も作っていくから。それじゃあパパッと資材を集めに行くか。目的は鉄鉱石のみの遊びは一切なしのお仕事探索よ。そうだな、早く月に戻りたいし、ここは完全真面目モードで行こう。おいおい、こんなところにダイヤあるじゃん。おい、しかも奥にはアメジストもあるんじゃないのか。マジかよ、これが噂につくアメジストかよ。初めて見たわ。めちゃくちゃ楽しんじゃってるじゃん。遊びは一切なしとか言ってたのは何だったんだよ。いや全然エンジョイしてないです。今もご覧の通り、口を毎日文字に結んでスケルトンを機械のように処理してます。さっきまで満面の笑みだったけどね。笑顔認識機能のあるスマホのカメラを向けたら絶対シャッター切られるくらいバッチリ笑顔だったけどね。おい、しかもこのアメジストジオード廃校の生成と被って融合しちゃってるじゃん。マジかよ、めちゃくちゃレアなんじゃないのか。とりあえずスクショ撮っておくか。結局マリサも楽しんじゃってるじゃん。いや私はあれだから、このシリーズの目標のアルバム用の写真撮影のためだから。そういえばそんな目標もあったね。完全に忘れてたわ。唯一の目標なんだから忘れるんじゃねえよ。前回月行った時も撮っておけばよかったね。失敗したわ。安心しろ、こんなこともあろうかとちゃんと私が撮影しておいたぞ。さすが我らがゆっくりマリサ。じゃあその写真を早速アルバムに貼ろう。ちなみにどんな写真なの。これなんだけど、なかなかいい瞬間を切り取れてるだろ。何の写真これ。霊夢が月でくたばった瞬間の写真だな。とんでもない瞬間を撮ってんじゃねえよ。ドキュメンタリー部門で賞が取れそうな一枚だな。私のアルバムにドキュメンタリー部門とかないから、こんな写真アルバムに貼れるわけないでしょ。よく撮れてるんだけどな。一応キープにしておくか。こんなもんキープしなくていいから、もうさっさと準備して宇宙行くぞ。そんなこんなでもろもろの準備が整いましたと。結構時間がかかっちまったな。これでまた死んだら目も当てられないね。それに関してはご安心召されよ。今回はちゃんと盾を装備していきます。これで前回のようなことになる心配はなし。ぶっちゃけ前回も持ってはいたんだけどな。ただ装備し忘れるというポンコツが発動しただけでね。うるさい、さっさと月に行くわよ。はい、到着よ。2回目だからってテンポ良すぎだろ。とにもかくにもまずは落としたアイテムの回収だね。というわけで無事にアイテムを回収できました。よかったな、なくなってなくて。なくなってたら月を TNT で爆破して最終回になってたところですよ。小学生みたいな終わり方で月を吹き飛ばそうとするな。見た限りなくなったアイテムとかもなさそうだね。持ちきれないし、余分なアイテムはここに置いていくか。いや、せっかく宇宙服が2着あるんだし、着陸地点のすぐそばに置いておきましょう。ここに置いておけば、もしまた死んで地球に戻されても今度は宇宙服なしで来れるね。数秒生身で宇宙遊泳することになるけどな。まあ数秒ならなんとかなるでしょ。最悪金魚鉢かぶっていけばごまかせるでしょ。宇宙なめくさりすぎだろ。よし、それじゃあいよいよ前回は入れなかった謎の地下建造物に侵入してみるわよ。相変わらず低重力に苦戦して入るのに手こずるのやめてくれる。こうやって入るのが月での常識です。そんなわけねえだろ。おい、下に謎の黄色い物体があるぞ。まさか月にある謎のオーパーツか。霊夢油断するなよ、って村人じゃねえか。黄色い物体は上から見た麦わら帽子だったんだね。なんで月にいる宇宙人が麦わら帽子かぶってるんだよ。まあ宇宙といえば麦わら帽子みたいなところあるからな。そんなイメージみじんもねえわ。どうやらここも村みたいな場所のようだな。クソ、てっきりダンジョンだと思ったのに。月の村は前回も見て回ったからな。今回は特に漁る意味もないわね。そう言いながら息をするようにチェストの中取って
ていくのやめてくれる？こいつらは取引とかできないのか。おそらく無職の村人なんだろうね。月は無職ばっかりなんだな。地球も似たようなもんだろ。どうする？仕方ないから村の中一通り見て回るか。いやもはや村には何の用もない。それに今の私はダンジョンが攻略したくて仕方がない。まあ確かにせっかく未開の地に来たんだからダンジョンは行っておきたいよな。もう今や私の中のダンジョン攻略したい欲は今や最高潮。数値にするとどのくらい？100が満タンだとすると今2億ぐらい。満タンを大幅に溢れちゃってるじゃねえか。猛攻してる間にもどんどん高まってますからね。今はどのくらいになったの？今8号が100くらい。凄まじい速度でインフレしてんじゃねえか。とか言ってる間に謎の建造物を発見して実績解除。これはダンジョンの匂いがプンプンしてきたな。私のダンジョン攻略したい欲も限界突破。無料対数の領域に突入しました。左周寸前のソシャゲ並みのインフレだな。てかこれどうやって入ればいいんだ？その模様の違うブロックを壊したら異世界転生するんじゃない？さすがにそんな打ち切り寸前の漫画みたいな展開にはなりませんと。このブロック自体はただの装飾ブロックか。ということはあとはさらに掘っていくしかないね。螺旋階段が地下に続いてる。ここを下っていくとダンジョンがあるっぽいな。ワクワク感とともに螺旋階段を下っていくと、いやまれーな、結構ぐるぐる回ってるけど全然たどり着かないな。このまま1時間くらい下っていかないとたどり着かない深さにあったりしてな。だとしたらこのダンジョン終わってるだろ。明かりが見えてきたぞ。よかったちゃんとたどり着けた。さあ地下に広がってるのはダンジョンなのかはたまた第三の村なのか。頼むからダンジョンであってくれよ。結構広い空間が広がってるな。スポーンブロックがある。これはダンジョンで間違いないわ。チェストも確認できるしこれは攻略の被害がありそうだな。早速手洗い歓迎をされてるわね。前回に英雄を飲まされた宇宙ゾンビだな。残念ながら貴様の攻撃はすでに見切っている。よくわからん遠距離攻撃の対抗策として今回は盾を装備してる。地球人の技術力の前に恐れをののくがいいわ。前回も言ったけど大した技術じゃないのよ。実はこの盾はとんでもない技術力で作られたアーティファクトなのです。そんなわけねえだろ。これが噂に聞くイージスの盾か。見たらわかる。安いやつや。あれ宇宙人どこ行った？さっきの今でデスポーンしたんじゃないのか。さすがにこの距離でデスポーンはしないんじゃないか。てかさっきどの通路に敵いたんだっけ。敵はデスポーンしてないけど霊夢の方向感覚はデスポーンしたようだね。終わってるだろ。うわいつの間にか階段まで来てた。向こうから近づいてきたのは好都合だね。自ら遠距離攻撃の利点を捨てるとは愚かなり。そう言いながらもしっかり一発もらってるけどね。イーブンだな。おそらくきっと攻撃力では私の方が圧倒してるはずだし私には盾がありますからね。で盾使ってるのに貫通してくるんだけど。いやお前全然盾構えられてないぞ。そんなことないでしょちゃんと構えてるから。見た限りは持ってるだけだね。盾使えてないですね。そんな未来の私がここ盾持ってきたのに全然意味なかったの面白おかしく編集するって言ってたのにどうなっちゃうの。そういう話はしなくていいんだよ。カットした部分の戦闘の記憶が混戦しちゃってるんじゃないのか。クソいろいろとっちらかってるし体力がやばいから今回のところは撤収よ。帰るの？あれだけダンジョン攻略欲がどうのこうの言ってたのは何だったんだよ。霊夢のダンジョン攻略欲は10月14日でサービスを終了することになりました。霊夢先生の次回作にご期待ください。案の定サービス終了しちゃってるし。はいそれでは今から近くの村を巡りたいと思います。本当にダンジョン攻略欲とは何だったのか。まあ実際問題ダンジョン行くのはちょっと早すぎたかもね。死んだら地球に戻されてしまうので無茶できませんからね。確かにそれもそうか。ダンジョンはもうちょい準備を整えてからだね。そんなわけで近くの村からチェストの中身を拝借して物資を充実させたいと思います。結局ほのぼの探索会かよ。とはいえ外には宇宙ゾンビがいたりするから気をつけないとね。頼むからまた死んで地球に戻されて終わる再放送ルートだけはやめてくれよ。外は無駄にうろつかないし死ぬ要素はないから心配いりません。やばい酸素の残りが 10% を切っちゃった。早速死の危険がちらついてるし。そんなさなかにチェストを漁ってんじゃねえよ。私の意思に反して体が勝手に。その割には根こそぎ取って言ってるけどな。説明しよう。この時霊夢の中ではさすがにそろそろやばいかという思いとどうしてもチェストの中身を持って帰りたい思いがせめぎ合っていたのである。せめぎ合ってないよね。明らかにチェストの中身を持って帰りたい気持ちの方が圧勝しちゃってるよね。とにかく一旦この地下村から外に出ておいた方がいいか。もしここでくたばったら回収できないかもしれないからね。クソ自分がどっちから来たのかわからない。相変わらずの方向音痴である。そもそもさっさと酸素を補給すればいいんだわ。それはそう。でこれは空のやつだわ。こっちの満タンのやつを。でこれどうやって使えばいいの。なんで事前に使い方を調べておかねえんだよ。そんなこと言ったって使い方なんてどこにも書いてないんだからしょうがないでしょ。こうなってくると本当に外に出ておいた方がいいかもな。出口の分かりづらい血管構造しやがって。多分血管があるのはあなたの方ですよ。よかったはしごあった。これで外には出れるね。それにしてもどうやって酸素補充するんだ。宇宙服を脱ぐ必要があるんじゃないか。だとしたらなかなかの血管品だけどね。とか言ってる間に地上には出れたな。周りには宇宙ゾンビが湧いてるね。やっぱり地下にいた方がいいのかも。うろちょろしてんじゃねえよ。いやでもここまで来て酸素切れじゃなくてゾンビにやられちゃいましたは動画としてどうなのかなって。
確かにそれはそうだな。マリ様でそっちに行ったら収集つかなくなるから。とにかく酸素の補充方法を考えないと。フイット飲み干すタイプなんじゃないか。そんな栄養ドリンクみたいな補給方法なわけないだろ。フイット飲み干すタイプだったわ。どんな補給方法なんだよ。やっぱり今時はこの補給方法だよな。栄養ドリンクしかりエナジードリンクしかりこれ以外考えられませんからね。何と一緒にしてるんだよ。てかヘルメットしてるんだからグイッと飲み干すのは無理だろ。まあ実際は何かしらをうまいことどうにかしてるんだろうね。そうだろうね。世の中の大半のことは何かしらをどうにかしてるだろうね。わからないんだったらわからないって言っていいと思うな私は。そんなわけで酸素も補充できたし探索続行よ。村を漁るんじゃなかったのか。ダンジョン攻略欲は消し飛びましたが私にはまだ洞窟探索欲が残ってるので洞窟を探索しようと思います。村にはもう何の取れ高もないしな。絶対そっちが本音だよね。そんなわけでまずはこの洞窟に行ってみましょう。ちなみにすぐそこに露出してる建造物はさっき言った北村だよ。ちょうど洞窟の生成と被っちゃってんだな。早速見慣れない鉱石を発見。多分月の鉱石だね。必要だから集めましょう。って言ってもある程度は村のチェストからすでに入手してるんだけどな。なのでここからは採掘しても何の感動も驚きもない様を皆様にお届けします。そんな地獄みたいなものをお届けするな。今手に入れたのは月の鉱石かな。一瞬で回収しちゃったからわからんけど多分そうだろ。もっとたくさん集めるか。というわけで引き続き月の鉱石を掘り掘り。なんか見た感じチーズに見えない。いやそんなわけないだろ。月の地面掘ってチーズが出てくるわけないでしょ。現在チーズは35個。これをよく覚えておいてよ。絶対増えるから。そんな月の地面からチーズがこんにちはするなんてことあるわけない。チーズだったわ。なんで月の地面からチーズが出てくるんだよ。それに関してはむしろ私の方が知りたいくらいだわ。トウモロコシ宇宙飛来説に続きチーズ宇宙飛来説が浮上したな。いやチーズは毎日飽きもせず地球で作られてるものだろ。ひょっとしてこれ私たちがチーズだと勘違いしてるだけで違う言葉なんじゃ。なるほど確かにその可能性が高い。すぐに Google で CHESE で検索だ。よっしゃ任せろ CHESE 検索っと。チーズ。やっぱりチーズじゃねえか。嘘でしょ本当に月でチーズが取れるの。だって検索結果もチーズの画像が並んでるだろ。これはもしかして何か特殊な意味があるんじゃないの。でもそんなの聞いたことないぞ。誰か知ってる人はおらぬか。いや私たちの中にはいないのよ。チャット GPT に聞いてみたら。それだ AI に無茶振りしようとすんな。よしそれじゃあ早速聞いてみよう。月でチーズは取れますかと。チャット GPT にこんな質問してるの地球上でこいつくらいだろうな。チャット GPT が出した答えは月だち。バグっちゃってるじゃねえか。あまりにも意味不明な質問したからハムスターみたいにゴビにでちとかつけ始めやってるだろ。低評価でち。やかましいしやめたれ。お新しい答えの方に興味深いこと書いてあるぞ。この質問は英語でよく使われるエビオスの一つで月でチーズは取れるのか。これは物理的に不可能なことを指している表現です。おいこれ答え出たんじゃないか。そういう慣用句を再現したジョークってことだろ。ちなみにこの後そういう慣用句があるのか調べてみたけど見つけられなかったよ。ってことはこれ全部でたらめなの。私たちが見つけられなかっただけの可能性も十分あるけどね。唯一見つかったそれっぽいものはザムーンイズメイドオブグリーンチーズで直訳すると月は熟していないチーズで来ているになるんだけど馬鹿げたことを信じるっていう意味の慣用句として実際にあるみたいだね。もしかしたらそれのことを言ってるかもな。というわけで月にチーズがある理由はわかりませんでした。いかがでしたか。もしよろしければ他の記事もご覧ください。質の悪いアフィブログみたいな締め方をするな。まあそんなわけで引き続き洞窟を探索していくんだけども、チーズの下りは何だったんだよ。今度こそ月の鉱石を発見だね。これは今後他の惑星に行くのに不可欠だったはずなので集めておきましょう。確かジャーニーのロケットの材料になるんだったか。最低でもロケット2台分は取っておきたいね。また死んで地球に戻されて新しく作る羽になるかもしれないからな。まあそうなる可能性は極めて高いでしょうね。せめてお前は否定しろよ。そしてさらに探索していると初めて見る鉱石を発見する霊夢。なんか青白い鉱石を発見。これはもしかしたら貴重なものなんじゃないの。取れたアイテムの名前はアイスシャードっていうみたいだね。氷の破片って意味だな。月にも水はあったというわけですか。これは現状何に使うのかは不明だね。まあとりあえずたくさん持って帰りましょう。どうせタダだしな。そんなスーパーの無料の氷みたいな感覚で持っていくなよ。そんな感じで洞窟を探索していたら酸素がなくなりそうになってきたので一度地球に帰ることに。予備のボンベも全て使っちゃいましたからね。この酸素がなくなる前に帰らないといけないからね。ロケットのところまでこの酸素で足りるんだろうな。かなり余裕を持っての帰宅なので問題ないですね。それに松明でロケットのところまでの目印もつけてますから。その目印とやらはどこにありますか。どうやらいつの間にか目印つけるの忘れてたみたいですね。なんで一番肝心なものを忘れてるんだよ。いや私だってこの状況に困惑してるんですよ。信じてもらえないかもしれないけど一番驚いてるの私ですからね。なんで張本人が一番驚いてるんだよ。まあでもこの塔まで行けば目印絶対ありますから。この塔までは前回目印つけてましたからね。ひほう、この塔は前回入った塔とは別の塔。目印全くねえじゃん。あれ私今どこにいるんだ。よし次回はまた月でくたばって地球に戻されるところから撮影だから、そんな感じでスケジュール調整よろしく。はい了解。私がくたばる前提で予定立て始めないで、ちゃんと帰れるから。本当かよ。任せてちょうだい。私の霊夢アルティメット体内方位磁石がロケットはこっちだと言ってるわ。その方位磁石正確だった試しがないだろ。一向にロケットも目印の松明も見えてこないね。というわけで一旦さっきの塔まで戻ってきまして、霊夢アルティメット体内方位磁石今すぐ捨てた方がいいですよ。呪いの装備だから外せないよ。
悲しすぎるだろ。あった、目印の松明発見した。これならなんとか間に合いそうか。帰りの支度もしなきゃいけないからギリギリかもね。なんでそういうの事前にやっておかないの。帰る時で大丈夫だろうって余裕ぶっこいた結果ですね。最悪な理由じゃねえか。まあ酸素に限りがあるからあんまりのんびりしてられなかったっていうのもあるけどね。何にせよ無事に着陸地点に帰還成功。急いで準備して帰るわよ。というわけで無事に飛び立てたし酸素もギリギリ足りましたと。残り 6% だね。マジでギリギリだったな。むしろ私の計算が完璧だったってことなのでは。そんなわけありません。ですよね。そんなこんなで無事に地球に帰還と。正直思ってたより滞在可能時間は短かったな。酸素の消費がかなり激しかったね。ということはやはりやるしかないようね。やるって何を。月拠点の建設よ。月拠点。向こうで安定して活動するには拠点は必要不可欠だからね。というわけで次回、あ、ちょっと待って、影もっとオンにするわ。あ、はい、はいどうぞ。次回、月拠点建設。これは大掛かりになりそうだな。ちなみに月に拠点が作れるのか全く調べてないよ。は？まあ多分どうにかなるっしょ。不安しかねえんだけど。